それでは5月のルックブック始まるよということで、まず5月1日全身グレイルのオールホワイトコーデにしてみました。これ少し前のグレイル購入品の動画でもご紹介したんですけれども、本当にね今回当たりばっかりですね。このカバンもねマチも広くてとっても使いやすいんですよ。こうやって短くかけることもできるし、長くショルダーみたいにねかけることもできるので、めちゃくちゃおすすめ。さあ、この日はオレンジ色のワンピースを着ております。ピヌエノです。それにレディアゼルのショート丈のデニムジャケットを合わせました。このワンピースね、生地をたっぷり使ってるから本当に可愛いし、キラキラ広がってくれる春っぽいコーディネートになりました。ライブに行ってきます。はい、この日は春らしいピンクとデニムのコーデです。デニムも淡い色を選んでみました。丈も結構ねトップス短いので、暖かい日にぴったり、暖かいこの時期にぴったりかなと思います。で、上下グレールのものなんですが、ちょっと結構結構シンプルめだったので、ギュパールのメガネをかけてみました。それでは続いて、年上彼氏とランチデートということで、このねボーダーのワンピース、カジュアルになりすぎないようにちょっとこういうミニ丈のワンピースにして、アクセサリーも女性らしいものを合わせてみました。これ可愛いよね、グレイルに見えないのよ。さあ、この日はグレイルの日なんですけれども、トップスもボトムスもグレイルです。プチプラコーデには思えないぐらい、すごく生地もなんだろう、全てありのコーディネートになってます。この日は美容デーということで、帽子をかぶって前髪がどうかなっちゃっても大丈夫です。はい、続いてめちゃくちゃお気に入りのワンピース、これさほんと可愛いよね。インスタに載せたんですけど、インスタでもすごい人気だった、ピヌエのワンピースです。さすがタリンちゃん、可愛いんだよね。このなんか他にないデザインな感じ、シフォン生地なので春らしくていいですね。ちょっと透けてる感じも可愛いよね。さて、続いてはゴルフ終わりコーデでございます。私のリアルなゴルフ終わりのコーデ、これは韓国で買ったヘアクリップですが、これでちょっとね軽く髪を留めております。このワンピースはですね、先月のルックブックでさくらちゃんが着ててめっちゃいいじゃんと思って真似して購入しました。もうゴルフ終わりはね、こういう楽ちんなワンピース一択よね、本当に。はい、5月8日、この日はギンガムチェックのワンピースを着てます。これね、展示会でなんて言うんだっけ、ノベルティとしてもらったやつなんだけど、可愛くない？結構ねデザインが特徴的で、背中がね不思議な感じになっております。カバンはミオさんのマルジェラをお借りしました。はい、この日はボーダーを着てみました。ボーダーってさ、暖かくなると私着たくなるんだけど、わかる？この T シャツっていうのかな、ユニクロなんですけど、めっちゃ気に入った。なんかカジュアルにリボンとかつけても可愛いよね。ハーフアップとかお団子とかにつけたら可愛いかなと思います。なんか腕が細く見えるから、めちゃくちゃスタイルアップする T シャツだなって思ったので、色違いも売ってたら買おうと思います。続いて大人カジュアルコーデです。これはね、全身プチプラなのにすごい高見えしてない？で、このメガネも GU でございます。めっちゃいいでしょ。なんか最近ユニクロとかグレイルの購入品でこれら紹介してるんですけど、なんか値段の割にあまりにも高見えしすぎてめっちゃ感動してる。さあ、この日はピンク×グレーの日です。トップスがユニクロの、ユニクロ U の T シャツか。で、このね
サーモンピンクみたいな色味が可愛くって選びました。でね、なんか最近流行りのこのウエストをこうやってさ折り曲げて履くやつやってみたんだけど、ちょっとね骨格ウェーブの私にはやっぱ普通に履いた方が可愛いということが分かりました。それになんか折り曲げ方も適当すぎて、絶対普通に履いてお願いだから。はい、続いてはシンプルなコーデなんですけど、これもさ、この T シャツなのにこのカラーブラウンで、袖がねボタンで開くようになってて、可愛いのスリットみたいになってて、 T シャツなのにちょっとカジュアルすぎない感じになって、すごい可愛いかなと思います。ちょっと髪の毛も編んでみました。あとね、ユニクロのこのボトムスも可愛いからぜひおすすめ。シルエットがめっちゃ綺麗でした。続いて、まあ、楽ちんな格好でサクッと近所でランチでもしようかなっていう日ですね。これボンジョンヨのリップ、もう最近ずっとこれをつけてます。ボンジョンヨのクッションファンデも使ってるわ、めっちゃ信者。このねピンクのカーディガンは以前江ノ沢まなみちゃんがうちのチャンネルに遊びに来てくれた時の GU のコーデ対決の日に撮影終わりに購入しました。めっちゃ色が可愛い。はい、この日も全身グレイルなんですが、高見えコーデです。1個目のグレイルは結構カジュアルめだったんですけど、今回はきれいめラインです。スカートがねこれね本当に購入品動画だっけ、でも紹介したんだけどおすすめです。でちょっとブラウンのリップとかを塗って大人っぽく決めてみました。はい、この日はちょっとこれだけだと夏っぽいのでデニムジャケットを羽織ってブルー合わせにしてみました。オールインワンもブルーで、バッグもちょっとブルーのブルー違いで合わせて、デニムもねブルー系で、ちょっとそれだとブルー入りすぎてたのでパンプスは白を入れて明るい感じにしてみました。ドライブとかにもいいですね。続いて友人の結婚パーティーということで、レジャのこのワンピースを着ました。このワンピースめっちゃ可愛くない？ちょっとこれお気に入りなんだけど、値段もねそんなに高くないし形がとっても綺麗なんですよ。いやーもうお花とかあげたいよね。いやこれはねめっちゃおすすめ。このワンピース、骨格ストレートも骨格ウェーブも骨格ナチュラルも全骨格におすすめ。さあこの日はインスタグラムでも投稿してるんですが、白いワンピースを着てます。これね本当に本当に可愛いよ。袖がランタンスリーブでちょっとふわっと膨らんだ形になってるので、二の腕もしっかりカバーしてくれます。お花とかと合うね。やっぱ白いワンピースって可愛い。はい、続いてこの日はゆるゆるコーデ、あ、バッグ以外グレールです。なんかさ、ニットスケスケニット、アミアミニットっていうのかな、このダルーンとした感じがめちゃくちゃ可愛い。そう、私はホワイトコーデにしてみました。バッグも淡い色を合わせて、ヒール合わせるとね綺麗にまとまって緩すぎなくていいかなと思いました。さあそろそろオクフェスの時期でございます。もうオクフェスはね欠かさずに行きたいですね私。いやちょっとオクフェスに行く Vlog でも撮ろうかしら。いやーこういうね楽ちんな格好で行きたいですねオクフェスは。さあこの日はお仕事前にサクッとランチの日ということで、カジュアルっぽくしてます。トップスがロエベの T シャツで、お誕生日にいただいた大きめのねちょっとオーバーサイズな感じがすごく好みで、でスカートがこれグレイルなんですけど、めっちゃ可愛くないですかね。はい、この日はこれもめっちゃお気に入りのワンピース、マーキュリーデュオのものなんですけど、赤可愛いよね春らしくて。
胸元が開いてるのとパフになってるのがすごいスタイルアップするし、ウエストは結構キュッと締まってるのでめちゃくちゃラインが綺麗に見えるワンピースです。続いて、まあ、カジュアルに夜ご飯でも食べに行こうかなっていう感じなんですけど、このワンピースはグレイルですね。今回グレイル多めでございます。このね、生地がねめっちゃ柔らかくてキラッキラなんですよ。ラメが入ってて、ですごいフィット感があるのでダイエットのモチベが上がりますね。これは、はい、この日はセットアップを着ております。ブルーです。この絶妙なねブルーが可愛いんだよね。でズボンがねすっごくハイウエストなので、骨格ウェーブさんはぜひこれを着てみてほしい。でこのカバンはユニクロなんですけど、ウォレットバッグだったかな、荷物少ない人は本当にこれにカードとあとハンカチとかリップとか入れてぴったりだと思います。はい、続いてこの日はちょっとブラックのワンピースを着てみました。後ろが開いてるんですが、ウェーブさんにぴったりのワンピースでございます。なんかブラックでシューズとかも揃えたものにリボンをつけてもワンピースと合わせても甘すぎなくていいかなと思います。で寒かったらちょっとトレンチを貼ろうかなと思ってトレンチを着てみました。これもオーバーシルエットなんですけどアシームのトレンチで、今季のものなんですけどめちゃくちゃお気に入りで一番この春使ってるコートです。続いては OL さんにおすすめのコーディネートになっております。これ上下ユニクロなんですけれども、このブラウスとってもね生地がね柔らかくて着心地がいいんですよ。このアクセサリーはステラハリウッドの大好きな最近お気に入りのブランドです。やっぱ OL さんはね毎日ブラウスとか着ると思うのでユニクロとかがいいですよね。はい、この日は小花柄のワンピースを着ています。これねウエスト周りがリブになってて後ろで絞ることができるのですっごいスタイルアップするの。これすごいんだよ。骨格ウェーブは特にウェーブの方は特におすすめしています。やっぱこういうまたお花持ってるでしょ。ナチュラルビューティーベーシックのワンピースなんですけど何かとお花と合います。はい、この日は珍しくスカートを履いてみました。最近パンツとかワンピースが多いんですけど、やっぱトレンチ生地というかトレンチっぽい感じのスカートとかコートはやっぱり春夏というか春に着たくなりますよね。これはねトップスも前田のぞみさんのブランドでめっちゃ可愛くて、これもすごい今年の春重宝しているトップスとスカートです。続いて四五デキ風コーデでございます。シャツにメガネってめっちゃ仕事できそう。髪はどうしようか、まあ、結んだ方がすっきり見えるかな。はい、これもグレイル。このパンツめっちゃ形綺麗です。詳しくはグレイル購入品動画をご覧ください。この日は T シャツもサロペットもユニクロです。こういうね楽ちんなコーデって本当にいいよね。軽く飛行機乗る時とか移動の際にぴったりですよね。でこの T シャツはオーバーサイズで黄色です。なんかオーバーサイズ好きかも最近。はい、この日はまた水色、あれ青コーデ私してたけど水色を入れてみました。トップスのニットとカーディガンはユニクロのものなんですけど、ユニクロ行った時にわー可愛いと思ってカーディガン見つけたんですけど、中になんかセットアップにできそうなニットも売ってたので合わせて買ってみました。続いて王道なデートコーデといったらこれでしょっていう感じですね。これ服は全部グレイルなんですよ。
やっぱ安くても高見えして、こう男性受けするものってやっぱ大事ですよね。デートって毎回違う服着てくし。ということで、今月も見てくれてありがとうございました。バイバイ。